白六道書院は中華、人民共和国厚生省老山の麓にある書院。中国次大書院の一つで総代の学校。南宋時代には、朱紀と陸球淵、秋代の応用名ら代表的な受諾学者がここで、高学した。白六道白六道書院の起源となる、白六道書斎を、李没が設立。五代十国の時、この地に学校が建てられ、 これを、ロザ山国学と言った。北宋の時、大宋から、旧峡の樹家転石を賜った。南宋の厚し弘し年、手記は、白緑道書院を再建した。現代末年、農民軍の乱の仮難で、白緑道書院は全焼した。秋代の政党元年、地元政府は寺院を修復する。新代の高所十四年、清美三角は、維新変法を命じ、書院を学校とする。 高所二十九年、白六道書院閉校戦闘二年、清市政府の廃止により、白六道書院の名称が、厚生商工等林業学堂と解消。侵害革命後に、書院遺跡は火災によって、建物をすべて消失してしまい、蔵書のほとんどを損失。中華民国七年、皇位が白六道書院と直筆の変額を送った。その後、 国民投資官訓練団はかつて書院を専用した。日中戦争の時、白六道書院に日本軍の破壊があった。人抱え体重破壊が多い。中華人民共和国が成立後、白六道書院をよくの保護や利用、各級政府は前後して、大金を3回言って、大の修理、書院再度ド盛ん。1959年、厚生省人民政府は書院を、 昇級文物保護単位に認定した。1988年、中華人民共和国国務院は書院を、全国重点文物保護単位に認定した。朱子祠延ら、館、正官、門、霊聖殿、使用書院。南宋の出記の詩、杉占い手の平書落成白六角に湧く、秋よには、紫霞新人がこれに、雄美、雄白六道家を止めている。 ありがとうございます。